川さんありがとう、いっこうさん会いましょう。ゆずきちさん可愛いギフト10個ありがとう。ありがとう。そう、諸事情によりね。そう、もう今ね、私手に多分豆ができてるよ。もう手のね、こことね、もう親指が豆です。まあまあまあ、まあまあね、まあ、諸事情ということにしとこう。諸事情です。これは諸事情でした。なんか部屋さ、配信始めてたら暑くなるかなって思って冷房入れてるんだけど、全然冷たくならん。全然冷たくならん。どうして？下げよう。別に今暑くもないけど。暑くもないけど、普通にちょうどいい気温だけど、部屋が冷たくならないのでちょっと下げてみた。なぜなぜ。深夜さんありがとう。純平さん、くす玉ありがとうございます。くす玉パンパカパーン、タン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 タカタン。カズサさんありがとうございます。ありがとうございます。え、もう早速いいのかな。早速お礼配信させていただこうかな。誕生日カラーのタワーのお礼なので、結構溜まっちゃってたです。なぜ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 。今日って暑かったのかな。光の当たり加減が違う？昨日と一緒だけど、なんか確かに明るすぎるのかな？ライトが明るい？ライトが明るいような風に、ライトが明るすぎるのかな？輝きすぎてる？昨日のが陽キャっぽかったってどういうこと？どういうこと？そんな私がちょっと今日発光してるんかもしれん。ちょっと下げようかな。よいしょ。こんぐらい？あんま変わってないかも。よいしょ。はい。あ、ちょっと変わった。ちょっと抑えたよ。ちょっとオーラを抑えてきました。こんぐらいかな。こんばんは、こんばんは、どうも
どうも。違う、そっちの発酵じゃないからね。発酵、そっちの発酵ではないです。ちょっと意味が変わってくるな、それは。うまい。ヨーグルトは美味しいよね。納豆も美味しいよね。ちょっと慌てて髪の毛したからちょっとボサボサ。一応ねアイロンはしたんだけど。ライさんありがとう。会いましょう、会いましょう。あ、部屋が寒くなってきた。納豆ってさ、急な納豆トーク。種類がめっちゃあるからさ、毎回買うの迷う。だから基本的に5個ぐらいをループして買ってる私。みんなどうやって選んでるんだろう。めっちゃ種類ない？納豆トーク、納豆トーク、納豆トークだって。納豆の日に納豆食べなきゃって納豆の日あるん？いつだろう。私がループするのはまず普通のやつ、普通のやつで2種類ループするのがあって、卵みたいな、卵納豆みたいなやつと、なんか昆布の味がするやつと、あとわさびがなんか強いですみたいな、そういうのぐらいかな、ループするのは。たまーに引き割り買う。全部美味しい。卵醤油のやつ美味しいよね。そう、わさびのやつ美味しいよ。なんか強い、わさび感強めで、たまに刺激が欲しいとき、それ買います。修造さんありがとうございます。昆布のやつも美味しいよね。なんで納豆コーナーに行って、その時目が合った納豆を買う。食べたことがないの？そんなことあるの？え？なんで食べたことないんだろう。なんで？日本に生まれたら結構納豆に出会う機会多くない？鳥沢さん会いたい。会いましょう。次会えるのは。お話し会の時かな。画面越しだけど。京一さんめっちゃかわいい。ありがとう。ありがとう。
あ、苦手って、あ、でも納豆苦手っていう人は結構いたな、いたな、お友達とかにも。関西は納豆食べない？そうなの？そうなの？ん？そうか？そうか？3パックで賞味期限切らさないよ。切らさないよ。すぐなくなるよ。毎日1パックとか食べるので、逆にあの納豆のフィルムの方が溜まっていく。なんかね、レッスン動画とか見返してたんですよ、過去の。そしたら自分髪が短くてちょっと切りたくなってきたちょっと今ちょっと切りたい曲出てきたかも。それか すごい伸ばしたい髪の毛は本当にね、日もう本当に毎日毎日気分が変わるよね。山井さん、ありがとうございます。ありがとうございます。そうよ、つい最近しばらく切らないって言ってたって、多分昨日言ったね。昨日言ってた私。しばらくは伸ばすかな。あ、パフォーマンス比べてなんていう話になるかと思った。あ、過去のフリプ見てて、うん、ちょっと過去よりはなんだろう、ちょっとあの もっと余裕を持って踊れるようになってる気がしますとか言うかと思ったごめんなさい、ちょっと髪の毛が自分短かったのでこんばんは、こんばんは。日曜日です、日曜の夜。あら、明日は月曜日ですけど、お元気皆さん。日曜のこの時間はちょっと憂鬱かな。今朝のツイート可愛くて丸だってそんな軽率に死なんでいや、ありがとうございます。え、今朝のツイートの写真はね、あの昨日お姉ちゃんと会って、姉ちゃんにこの撮ってもらった写真見せて、明日の写真、明日のツイートどの写真がいいかなって言って相談したんですよ。そしたらその今朝のツイートの写真選んで、え、これがいいよって言って選んでくれてでも待って、個人的には自分で選ぶんだったら多分あの写真はね選んでなかったの。なんか多分もっとね違う感じの写真を選んでたんですけど、そう、姉キロさんチョイスだったんですけど、じゃあありがとうございます、そんな褒めてくださって姉ちゃんに伝えておきます。そう
そうだからさ、やっぱ写真ってすごい、あの人によってさ、なんかあ違うんだなって思ったので、ちょっとこれからは定期的にいろんな人にちょっと聞いていきたいと思った自分だけだったらね、その一人の感性になっちゃうからね。そう、姉セレクト、お姉さん感が半端なかった。おお、そう。でもね、結構ね結構私も反論した。え、待って、これ本当にこれって言ってえ、私こっちの方がいいと思うんだけどってしたら、これだよって言ってたので、じゃあ選んでくれたし、ちょっとじゃあもう選んでもらったし、真剣に選んでくれたし、じゃあこれ使いますってそうなんです。わかんないよね自分。なんかいっぱい写真撮ってもらった時とかって、もうどれを選んだらいいか自分じゃもうよくわかんない。これはいいのかな、何なんかもう見てたらさ、全部良くない気がしてきたりとかして、うんってなってるから、ちょっとたまに聞こう。カランコロンさんありがとう。津田さんいいね、いいね、ありがとうございます。マネージャーさんとかに聞くのもいいかもねって、あ、たまに聞いたりする。たまにお話し会の日とか、写真撮っていただいたりした時とか、これとこれどっちがいいと思いますかとか聞いたりするけど、やっぱりなんか自分で選ぶのと、あ、違うなって思う時とかあるから、うん、やっぱ人、いや、すごい人、今人それぞれですよね。大抵最初のがいい説あるね、あるよ。なんか結局いっぱい撮ってもらったけど、あ、結局なんか一番初めに撮ったこれがよ、これが結局これかみたいな、ある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 。こんばんは、こんばんは、原田さやかと申します。原田さやかです今日は嘘偽りない自己紹介でいこう。2001年生まれ大型双子座です。よろしくお願いします今日はもう私が嘘つかんかったらみんなの方が嘘ついとる。19歳です、16歳です、いえ21歳、あ、にシンプルに間違えました、22になりました。すいません、今のはシンプルミスです。そう、今日は、そっか、まだ気持ちは21歳かも、まだ。いや、もうなんだかんだ7月になってからもう9日も過ぎちゃった。はいや、早いぜ。
私の学年、同じ学年のメンバーは2期生サラちゃんとリコちゃんいるんですけど、でたまにその3人で同じ場所に居合わせたりとかしたら、一緒に話してたりとかしたら、絶対誰かが、あ、同じ学年だって言うんですけど、2人ともね、あれなの、早生まれだからさ、年齢的にはね違うんですよね。そう、もう3人なの今。そうだから2人はね2002年生まれだね。3人とも極端に性格が違う、タイプが違う。確かに確かに。確かに言われてみたら、3人とも多分ね、なんか図表とかで表したらちょうど三角形になるぐらい、多分綺麗に違うよね、分かれてるよね。聖子長男さん会いましょう、待ってます。さや姫は待っております。三者三様、五等分の花嫁とかに出てきそうなくらい性格違うって、確かにちょっと伝わったよ。言いたい意味は分かった。なんかキャラクターとかしたら綺麗にさ分かれるから。ぐんぐん軍師さんありがとうございます。みんなキャラ設定がはっきりしてるよねって。いや私は分からないけど、私は分からないですけど、2人はしてる。本当にあのアニメ化しやすいと思う。キャラクター化しやすい、アニメの登場人物として、うん、すごい出てきても全然おかしくない、出てきそうなぐらいキャラ立ってる。こんばんは、こんばんは、どうも。スティーブ・フォテート2期生のさやかりんこと原田さやかです。花を咲かせてる人です。花を咲かせてる、あの心に花を咲かせてる人です。一輪二輪さやかりんです。最近のちょっと目標は、私おいっこくんがいるんですけど、おいっこくんに一輪二輪って言ったらさやかりんって答えてもらえるように教えることです。
今日スモモ食べたんだけど、プラムか、プラム、スモモ、まあどっちも一緒か昨日に引き続き今日もどうやってる今のは別にどうやりたかったとかじゃなくて、どうやりたかったとかじゃなくてただ単に今会話の流れだったんですけど、プラム食べたんだけど美味しかったな、美味しかったな。まだ今プラムの余韻に浸ってる皮は剥かないよ、そのまんま食べるよ。どうなんだろう、そのままだよね。そう、酸っぱくて美味しいの。酸っぱくないって、酸っぱいのが美味しいんだよ、酸っぱいのが美味しいんだよ。酸味が好き、夏は特に酸味が好き。私酸味、一日酸っぱいものだけ生活とか全然できそう。けんちゃんありがとう、会いましょう。ねえ、体が欲しとるんかもしれん、酸っぱいものを。うん、なんか梅干しとかも食べたい気分だもん。梅干しも食べたいし、レモンも食べたいし、みかんも食べたい。キレートレモン、キレートレモンは安定にコンビニ行ったら買っちゃうよね。レモンの入れもん、あ、面白い、あははは、あははは、チラッと見た、ちょっとみんなどうするって言ってちょっとみんなどうしようっていうちょっと目線を送ってしまったけど昨日の逆襲よ。昨日私が何の流れで言ったんだっけ、なんかダジャレっぽいこと言った時の逆襲だね。そろそろお礼始めよっか、始めようか。山井さん会いたい、ありがとう、会いましょう、会いましょう。わお、じゃあお
お礼配信させていただこうかな。テロップも書いとこう。ありがとう。ありがとう。ということで、誕生日からのタワーのお礼をさせていただこうと思います。よろしくお願いします。ということで、早速お一人目、ダダン、一光さん、タワー2本だね。ありがとうございました。いつもありがとう。結婚はちょっと結婚してタワーもくださってたんですけど、結婚はちょっと今はまだ早いかなと思いますこれからもよろしくお願いします。また話そうね。いらっしゃるかな。ずっとありがとう。これからも愛してください。ありがとう。そして続いての方はあ、よかった、見ててくれてた。あ、そう、鍵開けまた話そうね。ちょっといろいろお話伝えたいことがあります。溜まってます。次はサラマンダーさん、ありがとうございます。ありがとう。星がちょっといっぱい書いてるのはちょっと察してください。ちょっとちょっとにじんじゃったにじんじゃったのを隠してるとかではないとかではないありがとうございます。サヤマンダーさんにもよろしく。サヤマンダーさんにもよろしくお願いします。あ、サヤマンダーさんが今日はいらっしゃったんだあ、じゃあサヤマンダーさんにもよろしくお伝えください。ちょっとじゃあ逆だねありがとうございます。いつもありがとうございます。これからもヨロです。ありがとうよしよし。今変えてきたのかな。そんな今変えてきたのかな次は千畑さん、ありがとうございます。ありがとう。これからも世界で一番でいさせてねこれからも世界一でいさせてください。頑張ります。いつも世界一とか宇宙一とか銀河一とか言ってくれるから自己肯定感を上げてくれてありがとう。頑張ります。ありがとう。ありがとう、ユーストもありがとう。ダダダン、一番ですよ、もちろんって。頑張ります、頑張ります。次はのりさん、ありがとうございます。のりさん、ありがとう。応援すごく嬉しいです。これからも思い出作ろうって。応援ありがとうございます。いつも支えられてます。忘れないです。これからもよろしくお願いします。のりさん、ありがとう。見ててね。いらっしゃるかしら。川じゃないよ、カタカナ、カタカナちょっとごめん、私カタカナ、カタカナはちょっとね、あれかもしれん。ありがとうございます。ダダダン、見えてくれてありがとう楽しもうね、これからも。
次は鳥さんさん、ありがとうございます。鳥さんさんありがとう。これからも安定の私たちでよろしく安定な関係でいきましょう。これからも鳥さんさんありがとうございます。ちょっとこの前とあるメンバーの方と話したんですけど、鳥さんさんなのか鳥さんなのかそうちょっとあの呼び方が呼んでる呼び方が違って、あどっちなんだろうって言って話した。どっちなんですかどっちなんだろう、ちょっとまた今度聞かせて。ありがとうございました。一人しか燃やたらんわってまあその通りのメンバーさんです。お好きにどうぞなの。でも確かにそう言われたら、あ鳥さんさんってさんが2つ並ぶな、確かにちょっと変なのかなって思ったの。ちょっと考えよう、また考える。次はヤンカーさん、ありがとうございます。ヤンカーさんありがとう。ツンに見えてうちなる優しさ好きだよって、いつも感謝ですありがとうございます。いつも見ててくれてありがとう。メールの返信とかもありがとうございます出れてるん本当これからもよろしくねちょっといろいろねなんかいじったりしてくる時もありますけど、あのうちなる優しさ気づいてますありがとうございました。ありがとう。次はエビちゃん、ありがとうございます。エビちゃんありがとう。エビちゃん、さやかりん単押しありがとう。これからも楽しもうね。エビちゃんありがとうございます。今はもう見ててくれてるのかな。多分さやかりん単押しなので今日もねまあさやかりんの入ってない公演は多分行ってないと思うので、行ってないので、まあ今日もずっと待っててくれたと思うんですけど配信をありがとうございました。よかった、でもよかったです見ててくれててありがとうございますそうだね、だってなんか名前にも書いとるやん、さやかに単押しマシマシありがとうございます。そうだよね、単押しだからね、ありがとう最近もう圧ばっかりかけてるエビちゃんに。よろしくお願いします。ありがとうございました面白い。次は陳来さん、ありがとうございます。陳来さんありがとう。いらっしゃるかな。いつもありがとう。これからもずっと見ててって、さらに思い出を作っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうね。またお話もしましょうね。いつも嬉しいよ。ありがとうございます。いらっしゃるかな。ありがとう。また次、あおー、ありがとう、見ててくれてるまた次会えるのもお待ちしてます。22歳もよろしくお願いします。ありがとう。次は末っ子長男さん、ありがとうございます。末っ子長男さんありがとう。3本ありがとうございます。タワー3本も大好きだから山んとって
そう、大好きだから、大好きだからね。メンヘラ化しないでね。これからもよろしくお願いします。いつもありがとうございます。もう思い出はすでにいっぱいですが、この1年さらにいっぱい作れると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう、サモ、ありがとう。公園ってどういうこと？公園、公園だけってどういうこと？え、なんかありがとう、大好きだよ、公園。え、元気？元気？大丈夫？はい、次は山井さん、ありがとうございます。山井さん、ありがとう。公演中ずっと目が合うの嬉しい。ありがとう、いつもありがとうございます。もう公演もね、本当に一緒にいろいろなところを旅してくれてすごい嬉しいですし、いつ見ても目が合うの最高です。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。また話しましょう。ありがとうございました。ありがとう。そうだ、喉は大丈夫ですか？もう大丈夫。次はカズサさん、ありがとうございます。カズサさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、いつもまっすぐに私のことを考えてくれてありがとう。いらっしゃるかな、最近お忙しそうだったけど、忙しそうですが大丈夫かな、ちゃんと寝れてる、心配。これからもよろしくお願いします。いつも、おー、ありがとう、見ててくれてる、ありがとう、いつもありがとうございます。本当に、なんだろう、私のことをね本当に真剣に考えてくれてて、ありがとうございます。頑張ります、ありがとうね。あ、照れて言葉が出なかった。あ、そういうことか。ありがとう、察した。よいしょ、ありがとうございました。ありがとう。次はマー君、ありがとうございます。マー君、今までほとんど言われたことないから手が震えた。ほんと、そんな言ったことない、そんな、そうかな、そんな、こんな手が震えた、本当に。わお。あと、マー君、ありがとうございます。マー君、ありがとう、愛たくさん伝わってます、伝わってます、ありがとうね、いつも見ててくれて。私も返していくので受け取ってください。マー君、ありがとう。3本、ありがとう。ちょっと待って、3本もありがとうございました。いらっしゃるかな、マー君、いらっしゃるかしら。カズサさん、ありがとう。ギフト10個ありがとう。こちらこそ、いつもありがとう。いらっしゃるかな、いらっしゃらないかな。いつもね、明るい、文面まで明るくて、とても私までハッピーな気持ちになってます。これからもよろしくお願いします。いつもありがとう。お休みメール大丈夫ですか？今何時だろうか。あと6分なん？ちょっと送っとこう。
待って、メール写真どうしようかな。さやかりのことだから下書き済み準備済みなはずなので秒で送信できるってもちろんもちろん結構ね、下書き準備済み下書き準備済みのこと多いもんね。そう、時間がねある時とか結構準備済みなんですけど、まさか写真まで準備してないとかそんなことはないので、はい、まさか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 ね。まさかまさか。今ちょっとあれ、なんか電波の調子があれ、なんかちょっとつながらん。あ、あと4分だと4分だと4分なんだって。でもでもでも、よいしょよいしょよいしょ、あれおかしいな、ちょっとね分あれなんか電波が悪くてなかなかメールのページが開けなくていやもう準備はできてるんですけど、やっとつながった、やっとつながった、やっとつながったよ。ということで、ということで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。送信ボタン押すだけだったんですけどね、ちょっとなんか電波の調子が悪くてってことにしとこうってこと。あ、真顔だった。いや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 、笑顔でした。まさかまさかということで、しばらくお休みメールしたら届くと思うのでお待ちください。ふう、一安心。キューガヒャンさん、ありがとうございます。
ということで、じゃあ続いてお礼の続きをさせていただこうと思います。お待たせしましたお待たせいたしましたそう、電波のせいにしたらね、電波は見えないからねじゃあはい、続いてカムカムさん、ありがとうございます。ありがとう、カムカムさん、いらっしゃるかな。ありがとう、ずっと大好きでいてくれますか。これからもよろしくお願いします。いつもありがとうございます、カムカムさん。22歳もいっぱい思い出作りましょう。いらっしゃるかな、カムカム。お話できるのも待ってます。あ、ありがとう、こちらこそありがとう、見ててくれて。楽しんでいこうね、これからも。ありがとうございます、カムカムさん。尊い尊い、ありがとうございます。次はツナさん、ツナさん、ありがとう。ツナさんいらっしゃるかな、ツナさん、ありがとう、ありがとうございます。これからも私の重めの愛を受け取ってください。これからもよろしくお願いします。ツナさんありがとうございました。お、ありがとう、応援してますって、嬉しい、頑張ります、よろしくね。ありがとう、見ててくれてありがとう、ツナさん、嬉しい。こちらこそ元気もらってます。いやいや、こちらこそ日本人でよく見るやついやいや、こちらこそ、こちらこそ、ありがとうございます。こちらこそ、こちらこそありがとうね。次は青色大好きさん、ありがとうございます。青色大好きさん、ありがとう、ありがとう。これからも末永くよろしくお願いします。メールの返信も嬉しいですメール返信してくれてるのも全部見てます、ありがとうございますありがとうね、応援もありがとうございました。イベントとかもありがとうございました。これからもよろしくお願いします。いつもありがとう。いらっしゃるかな、ありがとうございました。いらっしゃるかしら、ありがとう、トゥトゥ。次は翔一さん、ありがとうございます。翔一さん、ありがとう。これからも一番愛してくれる？あ、ちょっと待って、翔一さん、2本ありがとうございます、ありがとういつもね、ありがとうね、お話し会もありがとうございます。はい、ショールームもありがとうございます。愛してくれてありがとうございます。伝わってます。夜中の仕事も頑張れるって、頑張って、応援してるよ、いつでも応援してますので忘れないでね。私がいつでも応援してるから、翔一さん会いましょうねありがとうございます、ありがとう。次は深夜ダブルさん、ありがとうございます。深夜さん、ありがとういつもありがとうございます指ハートの印象が強いって書いてる指ハートの印象が強い、なんかねいつもさ、指ハートして現れてくれるから、すごいその印象が強すぎてそれ書いちゃった。で、指ハート私書こうとしたんだけど、ちょっとうまく書けんかった。壁ににゃんつけていいんだよって、それはちょっと遠慮させてもらう、もらうわん、もらうわん、ありがとうわん。あ、違う印象つけるねって。じゃあちょっと次はさ、次
次話すときさ、なんか違うポーズやっとってほしい。ちょっと違う、じゃ違うバージョンちょっとしとって。楽しみ、何するんだろう。また話そうね。ありがとうございます。いつもありがとう。22歳もよろです。ありがとう、ゲストもありがとうございます。ヤマンジさん短冊ありがとうございます。楽しみ、期待しとこう。何するんやろ。次はもちきゅうさん、ありがとうございます。もちきゅうさん、ありがとう。もちきゅうさん、ありがとう。これからも見ててね。また話そうね。ありがとうございます、もちきゅうさん。話し会とかでも話してくださって嬉しいです。すごく嬉しいです。今いらっしゃるかな。あ、ありがとうね、こちらこそ。ちょっといろいろ聞かせてください、地球さんのことも。これからもよろしくお願いします。いっぱいいっぱい思い出作りましょうね。ありがとう、見ててくれて。ありがとう、また待ってます。こちらも嬉しいですって、そう思ってもらえてて嬉しいな。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。すごいクールだ。お願いします。あ、ということで1冊目以上、ありがとうございます。2冊目いこう。ただん、七千しずさん、ありがとうございます。七千しずさん、ありがとう。いらっしゃるかな。ありがとうございます。ありがとう、ずっと見せてくださってありがとうございます。最近ね、ちょっとさやかりん以外のこの子と、まあ、うん、なんかいっぱい見てるよね。いっぱい見てるな。さやかりんのこと忘れてないかな。今も見ててくれてるかな。どうだろうかな、どうだろう。ちょっとさやかりん愛マシマシになってもらえるように頑張ります。ありがとうございます。でもね、ずっと見ててくださって嬉しいよ。ありがとう。次は炭酸せんべいさん、ありがとうございます。炭酸せんべいさん、ありがとう。いらっしゃるかな。ありがとうございました。優しい雰囲気に癒されてます。癒されてます。いつも、なんだろう、笑顔が素敵。雰囲気が優しくて私癒しです。これからもよろしくお願いします。また話しましょうね。思い出作ろうね。夏ライブでいっぱい楽しませてください。もちろん神戸の夏ライブ会いましょう。夏の思い出作ろうね。嬉しい、よろしくお願いします。楽しみましょう。ありがとう。で、次は日向さん、ありがとうございます。日向さん、ありがとう。ありがとう。そう、ずっとね、もうずっと応援してくださってすごい嬉しいです。これからもよろしくお願いします。末永くよろしくお願いします。いらっしゃるかな、日向さん。話できるのもお待ちしてます。いつもありがとう。いらっしゃるかしら。うん。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。さらにさらに思い出を重ねていきましょうね。22歳、頑張ります。ありがとう。次はトリケロさん、ありがとうございます。トリケロさん、ありがとう。ありがとうございます。いらっしゃるかな。お、ありがとうって。可愛いところも最近見つけれて嬉しい。そう、ちょっとね、だんだんちょっといろんな、いろいろね、お話聞いて
あ、可愛いって思うところを最近ちょっといっぱい見つけて嬉しいのこれからもよろしくお願いします。またいろんないろんな面を見せてください。え、心当たりないの？本当に本当に本当え、どえ本当に。ちょっとじゃあ次お話しかないとき話すよ心当たりないの？え、普通に伝わるかと思ってたえ、いつだっけな、前の前のお話し会ぐらいで話したかな、話した時聞いた話とか伝わるかな、ちょっとまたじゃあ伝えます。ありがとうございますなしだったのね。よいしょ。なあ。なん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 。次はおメール来た？お安いメールありがとう。送りました。次はカズさん、ありがとうございます。さやかりん楽しい。ありがとう。そう、また話せるのが待ち遠しいです。不足中です。話しましょう、話しましょう。でもね、お忙しい、お忙しいよね。 ありがとうございますせっかりに単押しでずっといてくれてありがとうね。また話せる時を私はいつでも待ってます。会いたいです。こちらもです、こちらもです。会いたいです。不足です会いましょう。ありがとう。今年も22歳もよろしくお願いします。ありがとう。次は会える時は全力で楽しみます。ぜって全力で楽しみます。ぜっと私も楽しみます、全力で。次はヒデキンガーさん、ありがとうございます。ありがとう、ヒデキンガーさん。最高の景色を見に行きましょう、一緒に。これは約束ですこれは約束です。ずっとありがとうございます、見せてくださって。約束最高の景色に一緒に行きましょう。ありがとうございますちょっとね、圧をちょっと圧をかけようか迷ったけどやめたありがとうございます。ずっと、あ、 Z は間違えたんだ、間違えたんだあれがと思った、あえて書いたんかと思った。いやー、ビルマさん、ありがとうございます。ビルマさん、ありがとう。いらっしゃるかな、ビルマさん、ありがとうございます。いらっしゃるかしら。あ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございますビルマさんさ、お話し会とか来てくださるとき毎回さ、ビルマですって言ってあの初めにさ、名乗ってきてくれるやん。あれはさ、私がさ、わからないかなって思って言ってくれてるのかなどうなんだろうどうなんだろう。でもバッチリバッチリ分かってるから、マスクしてても全然分かってるから、ありがとうね分かって、分からないかなって思って言ってくださってるのかなって思ってそう思ってたのにちょっとこう書いちゃった。ありがとうございます。心遣いもありがとう、いつもありがとうございます。22歳もよろしくお願いします。思い出作ろうね。ありがとう。これからもヨロです。にゃん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 。次は
やけまんさん、ありがとうございます。あ、原田ですって返せばいいんだ。そうしよう、これから原田ですって。やけまんさん、ありがとうございます。ありがとう、応援いつしてくださって本当に嬉しいです。支えられてます、ありがとうございます。これからも楽しんでいきましょう。ありがとう、ラブ。日焼けマンさん、ありがとうございます。これからも一緒に歩んでくださると嬉しいです。見ててね、これからも。いらっしゃるかな、日焼けマンさん、ありがとう、ありがとうございました。いらっしゃるかしら。次はマッツさん、ありがとうございます。マッツさん、マッツさん、ありがとう。2本、2本ありがとうございます。2本ありがとう。マッツさん、いらっしゃるかな。さやかりんのことがさらに大大大好きな1年になります。これからも末永くよろしくお願いします。いらっしゃるかな、松さん、ありがとうございました。ありがとう。お次はおつかれさん、ありがとうございます。おつかれさん、ありがとう。5本だね、誕生日の時からこれまでの合わせて5本、ありがとうございます。いっぱいありがとう。お疲れさん、ありがとうございます。最高って、最高って。ありがとう。せやかりん巡り見てたよって。嬉しい。せやかりん巡りしてくれてたでしょ最近。ありがとうございました。すごいすごいって思いながらね見てた。これからも応援していますって、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。嬉しい、頑張りますね。これからもよろしくお願いします。頑張る。バレました。そう、バレてた。どうだった、ちょっとまた感想とか聞かせてください。これからもよろしくね。いつもありがとう。最高、ありがとう。で次はツナマヨさん、ありがとうございます。ツナマヨさん、ありがとう。いらっしゃるかな、ツナマヨさん、ありがとうございます。ツナマヨさん、さやかりんのこと大好きでしょ。さやかりんのこと大好きでしょ。なんちゃってってお互い冗談を言い合える関係でいましょう。これからもいっぱい笑い合いましょう。ありがとうございました。ありがとう。いらっしゃらないかな。ありがとう。次はゴールドシップさん、ありがとうございます。ゴールドシップさん、ありがとう。ゴールドシップさん、ありがとうございますね。もうずっと応援してくださってありがとうございます。とても支えられてます。黄金の未来一緒に行きましょう。ちょっとゴールドにかけてうまいこと言おうとしちゃったけど、どうだろうこれ。黄金の未来ってなんだろう。輝く未来へ一緒に行きましょう。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうね、ゴールドシップさん、ずっと見ててくれて嬉しい。22歳も頑張ります。よろしくお願いします。ありがとう。
砂村さんありがとう、ギリ間に合ったって、あ、見ててくれてた、めっちゃギリだった、よかった、ありがとう、来てくれてありがとう、一つ前に言った、ありがとう。何を言われたんだろうって、あ、まあ省略すると、あなたはさやかのことが大好きですねってこれからもいっぱい冗談を言い合って笑い合いましょうねみたいな感じですありがとうございます、ありがとうございます。そして次はミラニスタ19号さん、ありがとうございます。ミラニスタ19号さん、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございます。いらっしゃるかな、きっとさやかりん愛マシ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 の1年になるかもしれません、かもしれませんありがとう、見ててくれてありがとうございます。22歳も頑張るのでよろしくお願いします。これからも見ててください、ありがとうね、いつもありがとうございます、嬉しい、見ててくれてありがとう。何した19号さん、これからもよろしくお願いします、ありがとう。次はたかしんさん、ありがとうございます。たかしんさん、ありがとう、あ、よろしくです、よろしくです、こちらこそ。たかしんさん、ありがとうございます。あ、ありはい、ありがとうって、ありがとう、また近いうちに会うの約束したからって約束したから、近いうちに会うの約束したから会いましょうね。そうよ、もう次明けましておめでとうとか嫌よ会いましょう、会いましょう、これからもよろしくお願いします、ありがとう、ずっと見ててくれてありがとう、嬉しいです。3回は会いに行きます、言いましたね、もう現地取ったからね現地取ったからね、3回会いに来るんだね、今年中にありがとうね、会いましょうね、待ってます、これからもよろですあ、余裕だって、お、嬉しい、頼もしいです、それは頼もしい次はもやし生活さん、ありがとうございます。もやし生活さん、いつもありがとうございます、いつもありがとう、嬉しいです、電話もまたしようねってあの、とあるラジオの電話めっちゃ覚えてる、あ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとう。今のウィンク自分でもびっくりするぐらい下手くそだった、やり直そう、ありがとうちょっと今日ウィンク下手な日かも、いつもありがとうございます、見ててくれてありがとう、22歳も頑張ります、よろしくお願いします、一緒にいっぱい思い出作りましょう、また話そうね、2本ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとう、もやし生活さん、これからもよろしくです。次はのぶぴーさん、ありがとうございます。のぶぴーさん、ありがとう、ありがとう、のぶぴーさん、せやかりん愛に私はとても支えられてます、これからもよろしくお願いします。のぶぴーさん、いらっしゃるかな、のぶぴーさん、ありがとうございます、好きでいてくれてありがとうございます、嬉しいです、いつも、22歳もこれからもよろしくお願いします、ありがとう、今も見ててくれてありがとう、ありがとう、これからもずっと見ててください、のぶぴーさん、ありがとうございました、ありがとう。お、
ということで2冊目終わった。2冊目が終わりました。ラストかな。あと次は吉彦さん、ありがとうございます。吉彦さんありがとう。いらっしゃるかな。吉彦さんありがとうございます。そう、すでにね、まあいろいろいろんな思い出がいっぱいですけど、今年はさらに作っていきましょう。さらに思い出いっぱいの年にしていきましょう。そう、すでにね、いろいろな思い出がありますけど、まあいろいろな、まあいろんな方面でありますけど、はい、これからもよろです、吉彦さん。そうよ、ちゃんとさやかりんさやかりんだけをね、愛してもらえるように私も頑張ります。あ、31の夜いるん？あ、嬉しい。そこは17日に言ってんじゃん。17日にも話しましょう。ツアーも楽しもうね。ありがとう。次は上田さん、ありがとうございます。上田さんありがとう。上田さんね、また話しましょう。話せてね、嬉しかった。お話し会来てくれて、ね、リアルも会えて嬉しかったけど、メガネは点点点って書いてるけど。ありがとうございます。上田さんいらっしゃるかな。また22歳も思い出をどんどん作りましょう。そう、メガネウェディングとかはちょっと点点点ですけど、点点点ですけど、また話しましょうね。いろいろとお話もまた聞かせてください。思い出作りましょう。ありがとう。ありがとうございます。サイン会とかもめちゃめちゃいつもありがとうございます。これからもよろです。メガネリンじゃないんよ。次はゆずきちさん、ありがとうございます。ゆずきちさんありがとう。いらっしゃるかな。ゆずきちさんありがとうございます。ありがとう。また会議かっこはてなしましょう。これからもよろしくねって。会議というか、またいろいろお話聞かせてください。会議なんかよからんけど。すごい、なんだろう、いつも真剣に考えてくださってて嬉しかった。ありがとね。これからもよろしくね。見ててください。頑張ります。原田頑張ります。ありがとう。22歳もよろしくです。また話そうね。ありがとう。知ってることなら何でも。じゃあまた会議しよう。ありがとう。次は2歳さん、ありがとうございます。2歳さん3本もくれてる。ありがとうございます。いらっしゃるかな。2歳さん2歳なのに大丈夫なの。大丈夫なの。ありがとう。ありがとう。2歳さんいらっしゃるかな。おいっこくんまだ2歳ではないな。1歳だな。だからおいっこくんではないと思うんだけど、どうだろう、いらっしゃるかしら。3本ありがとうございます。ちょっと、あ、ありがとう、いてくださる。ちょっと今度あのお話できる機会があったらしたいな。ちょっといろいろ聞きたい。話しましょう。ありがとうございます。ちょっと2歳さんについて私ちょっと興味津々なので、これからもよろしくお願いします。大丈夫かな。大丈夫かな。今のこのありがとうとかも大丈夫。2歳、ああ、年の差20歳もありますけど。
ょっと今度またあ、すごい初めてなんか文章マジあれ嬉しい。本当は23歳なんだあ、今知れた真実を。夏の間にお会いできたら嬉しいですって。どっか会える場所あるかな。ちょっとでも話そうね23歳なんだ。なんでじゃあ2歳なの私より年上でした年上だった。四捨五入したら2歳。ちょっともしかしたらあれだね、ちょっとちょっとあの一風変わった方かもしれないちょっと会える機会があったらお待ちしてます。2歳ですって言って来てください話しましょう。ありがとうございました真実23歳だった。次は空飛ぶりょうさん、ありがとうございます。空飛ぶりょうさん、ありがとうございます。いらっしゃるかな。ありがとう。出会ってからもうかなり経つね、気がつけばってかなり経ちますねって思って書いた。なんだかんだもうずっとありがとうございます、見ててくださって。最近はどう、お元気ですか、休めてる、連れてか懐かしいですってそうね、振り返ったらね、いつが初めましてだったんだろう。ずっとありがとうございます。もう私は22になったんですけど、時の流れは早いもので、これからもね一緒に笑って一緒に泣きましょう。そうですね、思い出もっと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 さらに作っていきましょう。そっか、もう初期配信から見てますよ。もう10、時の流れが早いよ早いよ時の流れが。でもありがとう、ずっと見せてくれて、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。パチ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 ということで、以上、お礼、すべての方にの名前言わせていただきました。ありがとうございました。皆さんたくさんありがとうございました。誕生日から今日までのいただいたタワーのお礼でした。ありがとうございました。カズサさん、お疲れギフト10個ありがとうございます。ありがとう。これからも皆さん末永くよろしくお願いします。ありがとうね。それを見ててくださった方もありがとうね和さん、くす玉ありがとう。パンパカパン、パン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 パカパン、ありがとうございます。空飛ぶりょうさん、ありがとう。会いましょう。来年はタワー建てれるように頑張るね。そんな全然、そんな、あの、気持ちおめでとうって言ってくれるのって嬉しいよ。そんな義務感みたいに思わないで。ありがとうございます。本当にでも応援し、おめでとうって言ってくださった方嬉しかった。皆さん全部嬉しかった。ありがとう。全部伝わってます。ありがとね。これからも22歳もよろしくお願いします。にゃんにゃん、にゃむにゃむ、うんうんうん、よかった。土日中に日前もってね、前もって何時なんだろう今。22時
このような時間なのですね。このような時間なのですね。でもお礼書いてる時間楽しかった。楽しかった。なんかいろいろその人のこと思い出して、どこをピックアップして書こうとか思って楽しかった。その髪欲しいって。この髪は私の保管ボックスに行きます。でも持ってる、去年のやつとかもあるし、全部ある。全部ある。好きな色で嬉しいってペンの色は本当に偶然のやつ偶然手に取れた色ですでもそれは何よりです。好きな色でよかった。すごい偶然、気があったね。そう、ランダムです。あ、そこは分かってたと言わないとって。あ、そうだね、そうだね、あ、そう知ってたからそうかなって思って色選んだんだ。選んだんだよ。ああ、そう分かってるよ、もちろん。ゆずきちさん、ありがとう。なんか今日すごい喉が渇く、なんでだろう。月曜日か。なえひゃー面白いよね。なんかさ、文字で見たらさ文字で見たらさ、すごい、なんだろう、軽く聞こえるよねなえ本当はすごい心からなえてるかもしれないけど、ごめん、文字で見たらね、なんか軽く聞こえるな。頑張っていこうね、明日からの1週間も。暑さに負けずに。スパイファミリーが更新される日って隔週だけどって
この12時過ぎたらされる週かな。どうだっけ。そうだったら読もう。読んでから寝よう。ジャンププラス。そうだ、全然もうちょっとさ前のあれだけどさ、ジャンププラスで推しの子の最新話見てさ、最新話読んですごい、はあついにってなったちょっとネタバレになっちゃうかも。だから漫画の話なのでちょっと詳しくは言えないけど、あれはやばかった。めっちゃ誰かにこれ語りたいってなったけど、一人だったから語る場もなくうちに秘めてた。ついに来週どういう感じの感じになるんかも楽しみ。アニメの方は、アニメ派のアニメで見てる方はちょっと、もう待ってて、随分だいぶ先になるかもだけど、アニメ化してほしいな。最新話のところも、そんな感じで私は今日は早めに寝ようかと思います早めに寝ようかと思います。皆様も早めに就寝して明日に備えましょう。明日に備えようぜ。ありがとうございました。腕をいたわってねって、もう大丈夫、もうね、もう大丈夫安心してください、もう治った。この配信してる1時間ぐらいで治ったから短冊もありがとうございます。なんかさ、今朝さ、私すごい嫌な夢見て、何だったかな、今日9日、夢日記、寝坊した、コンサートの日、なぜか振りもあんまりで本当に無理なんかすごい無理な夢見た。だから目が覚めた瞬間も焦っててさ、今ってこれはどこみたいな感じで目が覚めた。これって夢の話って、もしかして現実って本当に無理って。夢日記にさ、夢日記って私大体その夢で見たことを、あった事実、あった事柄を書いてるんですけど本当に無理って、もうただの感情を書いてるの珍しい。本当に無理だったんだろうね。そう、なんかコンサートの日に寝坊して、いや、なんでか分かんないけど、振りもまだ覚え
れてなくて、その朝起きてから振りを覚えるみたいな流れだったんですよ。そんなことありえないけどね。それなのに寝坊してすごいギリギリで駆け込んでいって、そしたらリハーサルかなんかでもうやってて入るけど、私は振りも曖昧で、もうどうしようどうしよう、これもう無理だどうしようっていう夢を見ました。でなんかわかんないけど浴衣着てた、みんな浴衣でコンサートみたいな。いや本当よ、いや絶対正夢にしないよ、正夢にしません。でもう振りも曖昧なのに、原田さん浴衣どれ着る選んでみたいに言われてて、えもう浴衣もうどれでもいいですみたいなえどれでももうどれでもいいですみたいな感じで言ってそう、すごいね、私にとってはだいぶ悪夢を見ました。どうしよう、フラグにならないようにはい頑張ります。という夢でした。今朝今晩はいい夢が見れるように、なんか平和なことを考えながら眠いにつこうと思います。みんなもなんか平和な気持ちで寝てね。でも別に昨日もな、そんな、昨日はなんかもう眠すぎて半分寝落ちみたいな感じだったかも。だから平和なことを考えても考えて寝るとかいう余裕もなかったかも。いや、いや昨日、あれは昨日かな、なんか寝る直前になんか漫画を読んでなんかツイッターとかで流れてくる漫画を読んで、それが思ったよりちょっとダークな話で、ちょっとダークな気持ちで寝たのが昨日だっけあれ普通の内容かと思ったら、思ったよりはダークだ、でももう眠いし寝ようって寝たのは昨日だっけ知らんがなってあ、それだったかもしれん、それであんな焦った夢見たのかな、関係あるかな知らんがな、久しぶりやあ、それが昨日だった気もする、もうどんな内容かも忘れちゃったけどなんかあるじゃん、漫画が読めるハッシュタグみたいな、それのあれの漫画がなんか流れてきて読んだかも、でダークだーって思って寝たかも、それが昨日かしら。ああいうの見出しちゃったらね、どんどんいろんな漫画出てきちゃって止まんなくなっちゃう。止まんなくなっちゃう、ね、無料でこんなに読めていいんですかってなる。あ、それで読んで買っちゃったそれはいいじゃん、いいお客様
狙い通りな。じゃあ今日は平和な平和な漫画を読んで寝ます。平和な漫画あるかな、なんだろう。しんやさんありがとう、こちらこそ、こちらこそありがとう。未来日記ガンツ。いやそれはそれは多分追いかけられる夢見るよ。陣内さんお疲れ、ギフトありがとうございます、ありがとう。ということでじゃあそろそろ終わろうかな、終わろうかなと思います。誕生読ませていただきます。ダダダダダン。13位、タンタンタヌキさんありがとうございます。12位、ジュンピーさんありがとうございます。11位、イッコーさんありがとうございます。10位、カズさん、さやかに倒しありがとうございます。9位、もやし生活さんありがとうございます。8位、鳥沢さんありがとうございます。7位、つなさんありがとうございます。6位、末子長男さんありがとうございます。5位、ゆずきちさんありがとうございます。4位、やまいさんありがとうございます。3位、翔一さんありがとうございます。2位、お疲れさんありがとうございます。そして1位、かずささんありがとうございます、ありがとう。そして明日小吉の方はたかさんです。頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。私は早くおみくじをまた引きに行かなきゃ。永遠に40番の方を小吉にしちゃう。ちょっと大吉引いてきますね。ということで皆さん今日もおつかりんでした、ありがとうございました。月曜日も一緒に頑張っていきましょう、頑張っていきましょう。ありがとうございました、ありがとう。頑張ろうね、みんなの月曜日応援します。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。